こんにちは、ここは鳥取県の鳥取市山陰本線鳥取駅です。今までのうちのチャンネルで鳥取を取り扱ったことってね、ほとんどないんです。別に鳥取県からしたらね、私に動画取り上げられるか上げられないかなんてどうでもいいことだと思ってると思うんですけど、まあただちょっとなんか気が引けるなというかね、鳥取にも視聴者はいるわけでして、沖縄より多分鳥取の方が少ないから鉄道チャンネルとかやってるんでね、悪いなと思ったんで、まあ今回ね、鳥取砂丘もようやく行くことになります。私自身は鳥取県で結構あちこち行ったことありますよ。鳥取砂丘もね、高校の時に行きまして、あの日は曇ってるから良かったんですけど、今日は晴れてるから視聴者的にはね、映像はいいだろうけれど、私は辛いな。もう今の時点でめちゃくちゃ暑いんで、鳥取ってなんか暑いイメージあるんですけど、そんなことないですかね。冬は雪が降りますね、大変なところだなと思いますが、景色は素晴らしいものです。食べ物も美味しいと思います。影が薄い、都道府県ランキングで鳥取県は全国2位だそうです。第1位が島根県、それから鳥取という漢字を書くときに鳥を取るだか、取る鳥だかどちらだか分かりません。鳥を取る方が正しいわけですけど、とかなんとか言われてますけどね。そんなに影薄いかなと思う鳥取県って、さあちょっと無教養すぎるだけなんじゃないって気がするんですが、そうですか。梨とかね、らっきょうとかね、砂丘もありますし、カニもあるし、鳥取って言われたら思い浮かぶものはたくさんあると思うんですけど、まあいいです。そういうのをね、思い浮かぶものがたくさんあるように、うちのチャンネルで紹介していけば、鳥取のイメージもね、多少は変わるのかなって。私好きですよ、鳥取県。よろしくお願いします。鳥取の名物梨、駅前には梨の木があります。そしてもうすでに梨の花が咲いてるんですね。これでこう中に虫とかが入らないように、ちっちゃい時にね、花の中に虫が入ってそのまま梨の実になってしまうと虫が出てきちゃいますんで、もうすでにあのようなカバーがかけられてるんですね。できたら誰かが食べるんでしょうか。鳥取駅前に名産20世紀梨を育てる会というところがやってんだそうです。鳥取のことをね、ど田舎だとかなんとか言う人いますけど、確かに都会な県ではないと思いますけど、でも駅周辺はこんな感じで大きな建物がいっぱいあって、かなり都会的です。なんかね、比べたらあれかもしれないですが、松江よりも鳥取の方が駅を出たところではなんか大都会に来たなって感じしますね。で、駅前の紹介はこれぐらいにして、今からバスに乗ります。確かね、北側だったと思うんですが、鳥取駅の北側、海の方面、鳥取城の方面、駅前にこういうアーケードとか地下道がある側だと覚えておけばいいと思いますけど、駅の構造が似てますんでね、どっちにバスターミナルかって分かりにくいんですが、北側のバスターミナル、そっちにバスターミナルありますんで、そこの0番乗り場って書いてあるね、鳥取砂丘駅のバスに乗ります。駅前には結構たくさん行列ができています。駅前というか、あの人たち、みんな多分砂丘に行く観光客だと思いますけどね、結構あんな風にお客さんいっぱい来るんですが、バスの本数はそれほど多くはなく、鳥取駅から直接砂丘に行く場合は十何分とかで行けるんですが、だいたい砂丘に行くバスは1時間に1本です。だからなんていうか、どうにもね、列車との接続がいまいち良くなかったりして、ずっと駅前で待たされるということがあるんですが、駅の周りにいろいろありますんでね、暇つぶしには困らないでしょう。砂丘行きのバスはこれです。普通のバスですよね。他にループキリンシシバスというのもあって、鳥取市内の観光地、見どころみたいなのをぐるっと回ってくれるようなものです。これは観光客用で、割と人気があるそうですが、ただ駅から砂丘へ直接行くという場合には途中いろんな観光地を通って回っていきますから、多少遠回りになり余分の時間がかかるようです。座っていくことはできないかな。でもそんなに時間はかからないと思います。砂丘の近くまで来ましたけど、残念ながらあと40分ほどしかありません。40分ありゃね、十分ちゃ十分ですけれども、もう少しゆとりを持って見たかったような気もします。なんだありゃ、前に来たのもう6年も前ですけどね、あの時に比べて観光客も外国人の人が特に増えたんでしょうね。ああいう楽をする、あんなんまでできたか。そうか、今まだ5月なんで意外と海沿い風が吹いてて涼しいですが、これが夏になると本当灼熱ですからね、大変だと思いますよ。しかもこの砂を登るのは大変です。立派ですね。これが鳥取砂丘、日本で2番目に大きな砂丘です。1番目じゃないのかと思われる方が多いと思うんですが、1番目どこにあるか知ってます？私もね、知りませんでした。2番目だって知ってたんですけど、1番はね、青森県にあるんですね。青森県の、2つ半島があって、下北半島のこういうやつね、下北半島の外側にあるんですが、一般人の立ち入りが禁止になっていて、そこはほとんど観光することはできないそうです。それはね、防衛省のなんかその銃弾のなんか試験発射場みたいな、そういうので使われているらしくて、だからこそね、危なくて立ち入ることができないとか、そうなんだと思っていたらですね、この鳥取砂丘もまた、昔はそういった陸軍の試験場として使われていて、ここで訓練がなされていたらしいですね。確かに分かりますか、この馬の背っていうんですけどね、あれ相当高いんですけれど、あれの上まで登っていったりとかしたら、確かにいい兵隊さんの訓練になるでしょうから、ここで訓練すると兵隊が強くなるとか言ってね、かなりいろいろやったらしいんですけれど、
それがそういう風に使われてたのは他の使いようがなかったからなのだそうです。あのね、昔のちょっとそんなこと言わなくてもいいでかわいそうじゃないかと思うんですが、この鳥取砂丘は、こんな風に草も生えないようなところでして、もう農耕のやりようもない、何にも使い道がない、観光客とかも来ることはなく、また軍の施設でしたから観光の需要もないんでしょうけれど、無用の長物として、ずっと誰からも相手にされていないという状態だったらしいんですが、だんだんと注目されるようになってね、今ではもう鳥取に来る人はみんなとりあえず砂丘には来るでしょうし、来るべきだと思うし、向こう側にもね、梨とかね、らっきょうをこうなんか向いてる人とかね、いろいろ鳥取らしいものがたくさん揃っています。ちなみにそういう風に陸軍の試験場だったってこと、ここで銃弾の発射などもやっていたらしいんですけど、なんかね、今でも掘り返すとここから弾丸とかそういうのが出てくるらしいですね。本当かと思う、多分本当なんでしょう。確かにいちいちそんなもの拾い集めませんから、ああいうところの壁とかね、探したら出てくるのかもしれません。普通には落ちてないですね。それからあとはですね、鳥取砂丘が、この草も生えない役に立たないところみたいに言ったんですけど、実は意外と草が生えていたこともあるらしい。実際に向こうの方ね、向こうの方見ていただくとこんな感じで生えたんですよ、普通に。でこれがなんか平成3年ぐらいにはこれが鳥取砂丘のこの辺全面にわーっと広がったということもあったらしくて、今ではこんな風になってますけどね、30年ぐらい前にそういう緑の砂丘も見られたらしいです。さっきの、静岡じゃない、青森県のなんたら砂丘みたいなところは、こういう風な感じじゃなくて、どちらかといえば砂浜みたいな感じらしいんですけれど、ここはね、こんな風にこう傾斜がついてます。だから、雰囲気もとても良くて素晴らしいんですが、しかしですね、向こうにもこうまた崖のごとくこうそびえる砂の山があるんですけど、あそこまで、登ろうということを考えるとかなり大変です。実際途中で挫折をしている人が多くいますし、かなりきつそうな姿で、あれ本当に大変そうだな、苦労して登っている人たちもたくさん見られます。またこの背景を見ていただいても分かるように、谷の形になってますんで、一旦谷底に降りるんですよ。だからこの砂丘の反対側のところまでね、海の方面まで登ったり降りたりしていきますと、また帰りも登らなきゃいけないということで、これは結構きついものがあると思いますよ。一応ね、獣道ができてますけど、かなりみんな辛そうに登っています。日差しを遮るものは何もありませんし、途中もし喉が渇いて日から見ても自動販売機なんか全くありません。もしあそこに店を置いてね、1本500円とかの水売ったら多分買う人いるし、500円高いかもしれないけど、100円ならかなり儲かるだろうな。これが前に来た時はですね、雨上がりの時で景色はこれほどは良くなかったけれど、しかし砂がもうしっかり固まってくれていて、とても歩きやすかったんですね。今はそういうことはありません。滑りますんでね、ずるずるずると靴の中にもちょっとずつ入ってきてるかなという気がします。最初のスタート地点が向こうでした。今これからね、こう谷底まで来て登らなきゃいけない。でも意外と登れそうだな。これ崖みたいなところもあるんで、どうやっても登れないところ。しかし中国人はいませんね。多分中国はもっとすごい砂漠があるから、こんなところに来なくてもいいんだろうな。人種が割と西洋系に偏ってる気がしますね。ともかくかなり登ってきましたが、これが一番上ですよ。ここまではね、結局登ってくるのは大変だとかなんとか言いましたけれど、体力が許すならば絶対に登るべきです。この素晴らしい光景ですから。いいね、やっぱり。疲れましたけど、素晴らしい。トンビみたいなのも飛んでおります。本当に暑いんでね、もう今日5月の27日とかで気温そんな高くないけど、やっぱ日差しにやられますんで、絶対に飲み物はね、こっち渡り始めるまでに買っといた方がいいと思いますよ。ここで飲むっていうのも美味しいですしね。やっぱりここではやっていけないことというのがそれなりにあります。例えばこの砂の採取、勝手にここの砂を持って帰ってはいけないということになっています。それからまた落書きね、昔テレビでですね、これ両方ともやったテレビ番組がありまして、皆さんもご存知かと思いますが、水曜どうでしょうというやつですけど、多分どっかあの辺の海岸だと思うんですが、そこにね、水曜どうでしょうって大きく書いて、環境省からなんかすごい注意を食らったり、そんなことがあったみたいですね。それから砂も持ち帰ってしまって、北海道テレビのウェブサイトにはなんかそのお詫び文が掲載されているそうです。2つともやっちゃうってすごいですね。水曜どうでしょうってテレビもね、なかなかやることがすごいですね。夜行バスの中で撮影許可も取らずに、なんかこうかなりの声を出しているのを普通に動画で撮って、他のお客さんも映ってて、それ勝手に取材許可とか取らないで出して、テレビ局じゃそのバス会社とかからも文句言われないんだから、すごいなと思いますけど、そんなんでも大丈夫なんだなっていうのね、不思議ですけどね。あそこに植物が生えてるのは、なんか水が流れてるんですね。知らなかったけど川みたいなのがありますね。
まあ、湧き水なのか雨水があそこに溜まり込む構造をしているのかはちょっと分かりませんけど、あそこにあるわずかな水を求めて植物が茂って、いや不思議ですね。ちょっとあそこ行ってみたいですけど時間がない。とりあえず急いで踊り、ま、もう踊るじゃ戻りますけどね。登るのは大変ですけど降りるのは簡単です。ちょっとした急斜面でもね、砂があの滑り止めになってくれますから、そう簡単には落っこちませんし、またスピードもねこう乗りやすいけど、こういう感じで砂が溜まっているところに、ね、足を乗っけていけば割とスムーズに降りることができます。これ降りるの結構楽しいですよ。たまにあの靴を脱いで鳥取砂丘を登るっていう人いますけど、個人的にはやめた方がいいと思うんですよね。暑いじゃないですか、砂が日に当たってね。靴、革靴でも登れますんで大丈夫だと思いますが、一応ね申し訳程度に水が流れてるんですよね。エリザハンミョウっていうこういう昆虫かな、そういうのがなんか生息してるらしくて、湿っている砂地ってなかなかこう難しいロケーションを好むやつだそうで、結構数が少ないらしいんですね今では。もう、まあ、絶滅の危惧に瀕しているのかどうか、多分そういうやつだと思うんですが、見てみてもちょっと見つけられませんけどね、これだけ立ち入り禁止の区域として分けられています。でもやっぱりさすがに疲れましたねこれ。今こうやって見るとすごい坂だもんな。これ意外と登れてしまうんですよね、頑張ればね。でもあの本当に熱中症だけは気をつけてくださいね。さっきの350のペットボトル1個じゃ不足気味だったな。もう1本持ってるから良かったんですけど、 500ml のペットボトル行った方が、買った方が、 いいと思いますよ。靴の中の砂、ここで砂丘に返してあげよう。なるほどね、時間ちょっとギリギリですけど、持ち帰りになっちゃいますもんね、砂は。結構入ってるな。本当はね、この砂丘会館でなんか食べてから行きたいんですけれど、もう時間がありませんので、そのバス12時発のやつに乗っかって鳥取駅まで戻ります。まあ、鳥取駅で時間に余裕がありますんでね、暇はそこで潰せばいいわけです。じゃあね、帰ってきましたけど、あれ大丸デパートですね。こんなのもあったら知らなかった。鳥取駅前って本当にいろいろ揃ってますよ。美味しいものも駅の中でいっぱい売ってます。スターバックスでしたっけ、鳥取県にないな。でもどっかできたとか、なんかそんな話も聞きましたけどね。こういうレストランとかね、お土産屋さんとか高架の下にいろいろ揃っています。なんか知らないけどね、毎回こうバスとそれから列車の乗り換えで30分ぐらい待つことが多いんですよね。まあそれはたまたまだと思うんですが、駅の待ち時間でね、これカニ寿司を買いました。カニ寿司とカニ飯と2種類あるんですが、カニ寿司の方がね美味しくて人気があるです。まあカニ飯も美味しいけどね。鳥取駅の南口の方はこっちなんですが、もう本当に構造が似てますんでね、これだけじゃわからない。まああのこっち側を見るとホテルがスーパーホテル、アパホテル、東横インと3つ並んでますんで、あのこっち側がホテルの、たくさん並んでいるところと、まあ、それを見比べればね、あのバスの乗り場と逆の側と、見ていても分かりやすいと思います。じゃあまだね30分くらいありますんで、モスバーガーでも行こうかな。ちょっとこれだけでは少し少ないからね。ご視聴ありがとうございました。